えちょっとスタジオが揺れておりますね。そうですね。はいはい、ちょっと地震がある東京有楽町のスタジオが先ほどからちょっと揺れておりまして、うんうん、まずあの皆様も落ち着いて身の安全を図ってくださいね。えー、震度計は一応2を。 していますね日本放送有楽町の震度計は2を指しているんですけれども、えー、皆様のところは大丈夫ですか上から落ちてくるものですとか、倒れてくるものに十分ご注意ください。また、お車運転中の方でね、自信感じられた方は、ハザードランプをつけて、スピードをゆっくりと落として、安全を確かめていただければと思います。日本放送の震度計は、ただいま震度2を指しています。新しい情報、詳しいことが入り次第お伝えいたしますがわからないもんですらそうですね。 はいちょっとね我々も今すごく揺れたのでね驚きましたよね今4回4歳なんですけどね4回で結構この揺れ方というのはああの落ちたアナウンサーが入ってまいりましたはいちゃんではないですね別のやつ次のコーナーのために入ってくれたからねあそうですかはいえーちょっと 感じました少し揺れてるのそうですね、少しスタジオ、どうやった外は外もあのそそここ結構揺れて、別に物を売ってきたりする感じはなかったそこまでではありませんでしたけれども、先ほど地震ということでね、今、情報が入ってまいりましたので、おします気象庁によりますと、先ほど午後7時3分ごろ、千葉県、そして東京都で震度3の地震を観測しました。 えー、この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度3が千葉県北西部、東京都23区となっています。 この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。繰り返します。気象庁によりますと先ほど午後7時3分ごろ、千葉県東京都で震度3の地震を観測しました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。以上、地震に関する情報をお伝えしました。